花咲じいさん。え、実験は？え、実験するよね今日。枯れ木に花を咲かせましょう。ある日、優しいおじいさんが飼い犬のシロと散歩していると、シロが突然ここ掘れワンワンと吠えました。そこでおじいさんが掘ってみると、いけ！大判小判がザックザク、こりゃあたまげた。それを知った隣の家の欲張りじいさんが、わしも小判をもらうぞと優しいおじいさんにシロを借りました。散歩をしているとシロが、ここ掘れワンワン。そこを掘ると、出てきたのはガラクタばかり。怒った欲張りじいさんはシロを殺してしまいました。優しいおじいさんはとてもとても悲しんで、シロのお墓を建て小さな木を植えました。するとその木はぐんぐん育ち、大きな木になりました。こりゃたまげた。優しいおじいさんはその大きな木で臼を作り、餅をつくことにしました。よいこらしょー、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 よいこらしょ。優しいおじいさんが臼をつくと、臼から大判小判がザックザク、こりゃたまげた。それを見ていた欲張りじいさん、わしも小判をもらうぞ、よこせ、よいこらしょ、臼を奪い自分も餅をつきます。が、出てくるのは石ころばかり。怒った欲張りじいさんは、なんで小判が出てこないんだ、こんな臼焼いてやると臼を焼いて、灰にしてしまいました。悲しんだ優しいおじいさん、せめて灰だけでもお家に持って帰ろう。お家に着いた時、強い風がビューッと吹いて、その灰が飛ばされ、近くの枯れた木にかかりました。すると、なんということでしょう、不思議なことに枯れ木に満開の花が咲きました。枯れ木に花を咲かせましょう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 。あたりいっぱい花が満開です。そ
横に偶然通りかかったお殿様が、これは見事じゃ、褒美を取らせようとたくさんの宝物をくれました。それを見ていた欲張りじいさん、その灰よこせ、優しいおじいさんから灰を奪い、同じように枯れ木に灰をかけました。枯れ木に花を咲かせましょう、枯れ木に花を咲かせましょう、枯れ木に花を咲かせましょう。枯れ木に花を咲かせましょう。が、花は咲きません。それどころか、お殿様は灰だらけ。カンカンに怒ったお殿様は、欲張りじいさんを牢屋に閉じ込めてしまいましたとさ。さあ皆さん、お楽しみいただけましたか？ドライヤーの熱を当てたり、お湯を注いだりすると絵が消えましたよね。これどうしてかというと、フリクションの色鉛筆やペンを使っていたんです。フリクションは65度以上になると色が消えて、消える温度よりもずっと低いマイナス20度くらいまで下がると、なんと元に戻るという特別なインクが使われているんです。フリクションのペンで書いた文字は後ろのラバーで擦ると消すことができます。これは擦った時に摩擦熱という熱が発生して65度以上になるのでインクが消えるんです。今回は擦るのではなくて、ドライヤーの熱やお湯を使って65度以上にしてインクの色を消しました。下に書いておいた普通の色鉛筆とかペンで描いた絵だけが残ったということなんです。ちなみに小判や石ころが出てきたのはこの小槌綺麗だ綺麗だちなみに小判や石ころが消えたのはこの杵の裏側にこんなものが貼ってあったんです。さあ、この中にはですね、マイナス79度のドライアイスが入っています。なのであらかじめ温めておいてフリクションを消した状態のところにこのドライアイスで冷やすことによってインクの色が戻ったということなんです。うまくいったちなみにドライアイスがないという方は冷凍庫に2時間ぐらい入れておくとちょっと色は薄くなりますが、インクの色が復活するのでぜひ試してみてください。ということで今日の花咲かじいさん実験、楽しかったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。花よ咲け、なんだっけ、枯れ木に花を咲かせましょう。